今回は始まりました萌哲チャンネルです。今回はですね、先ほど受けてきたですね第238回トイック公開テストのですね、についてちょっと話したいんですけど、まあちょっと面白いことがあったのでいろいろ、発見というか不思議なことが起こったんでそれを話していこうかなと思います。受けたのは、関西学院大学ですね、横からタックルされる大学ですけども、そうですね、関西じゃなくて関西ですね、学院大学ですけども、そこで受けてきました。で、まあいろいろ面白いことがあったんですけど、まあ大変ですね。駅から20分ぐらい歩くんですね。あそこね。すごくなんか近道みたいなのがあるんですけど、こうぐるぐる回って丘をこう登っていくんじゃなくて、なんか階段みたいな石段でですね、行くのがあるんですけど、まあ結果的に全然変わんないっていうですね。そこでこうぐるぐる回って歩いてる人と到着する帰りも行きも同じでしたね。ですけど、まあ、そこで受けました。まず一つすごいびっくりしたのはですね、回収し終わらないのにですね、いわゆる試験終わったら集めるじゃないですか。まず問題用紙集めて、その後回答用紙集めるんですけど、回答用紙集め終わらないのにまだですね、なのにもう出ていいですっていう許可が出たんですよね。こんな初めてです、トイック受けてて。関西は OK なのか分かんないですけど、ありえないですね、こんなのね。なんで全部の枚数が確認できる前に、退出許可が出ました。なんですごく不思議ですね。で、今回やったですね、事件というか、一番大きいやつはですね、ずっとですね、うんうんっていう人が、斜め後ろに座ってたんですよ。で、これやだなと思って試験開始前から、やだな、この人ずっと、うんうんって言い続けるのかなと思ったらですね、案の定そうでした。2時間ずっと言ってました。ずっと、もうリスニングはまあ、音声あるんで大丈夫。それで多少書き消されるのでよかったんですけど、リーディングはもうやでやでしょうがなかったですね。ってずっと言ってんで、もう耳塞ぎながらやってましたね。初めてこうやって耳をこうやって塞ぎながら、2回目ですかね。カナダのバンクーバーで DJ がずっとうるさい。プレイをしてる時ですね。そんな中を受けたこともあるんですよ。なんで、あの時以来ですかね、耳を塞いで、受験をしたのは。で、まあそうですね、2時間、言い続けて、で、帰りまた、この歩いてたら、後ろからまた聞こえてくるわけですよ、ってやつがですね。で、うわ、また、で、振り返ったら、やつがいるですね。またいて、うわ、またいるよ、この人と思いながらですね、やだな、と思いながら。それでもだ僕は近道してかなりカロぐるぐる回るんですけど、結局同じなんですよ。ぐるぐる丘を回っても同じ時にですね到達するので、またでなんですよ。で、まあ駅着いて、で僕はそのブログ書いてて駅でですね、で、しばらくして結構待ちましたね。結構待って電車が来て、でその電車乗って、かなりまあ受験生がいっぱいいてごった返してて、うわーって思いながらですね、でこうまあ、電車乗って、その混んでる電車の中で、まあブログ書いたりとかしてですね、どういう問題が出てたか思い出しながら書いたりしてたら、また聞こえてくるんですよ、うんっていうのがですね、今度は目の前にいたんですよね。彼なんでこの人に私こんなに苦しめられなきゃいけないんだろうと思ってですね、ちょっと悩ましたね。言ってやろうかとですね、ずっと言ってて集中できないしってですね、まあ実際試験を受けてる時にもう、それ始まる前に言おうかすごく悩んだんですよ。ずっとうんうん言ってるので、この人ですね、どかしてください。どかしてくださいっていうのは変ですけど、どこか別のところにしてくださいとか、もしくは自分が移動するってこともできるので、それをやろうかとも思ったんですけど、まあいいかと思って耐えました。意外と問題自体はスムーズにいけたので、さんがいたんだけれども、耳塞いだりがはっとイライラしながらだったんですけど、一応全問ですね、リーディングの問題見直すことができたので、全部チェックもして、マークが合ってるかもチェックできて、1個マークミスも見つけたので、結果的に良かったんですけど、まあこういうですね、トラブルもあったりしますので、ぜひお気をつけください。そうですね、自分が席変わるっていうのは非常に有効な手段ですので、まあ大学受験とかの入試とかでもそうですけど、ぜひですね、勇気を持ってですね、席を変えるっていうのは実践してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.